ハサミ用意。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12クレですね。12クレ。多分ね、これがお堅いカードなんですよ。でもこれがお堅いカードなんですけど、お堅いカードだって気づかずに200円追加投入して1クレ買ったっていう、まあ、事件発生しましたけど、ハサミ用意です。今回はもう LE はもうほぼ決まってます、間違いなく。いや、バネがすげえな。2クレ目 LE 以上はもう決まってるんですよ、本当に。こんなにいいのか、こんなに。まあ、視聴者の方にとってはですね、非常にいいと思うんですよ。まあ、それでもコメントがね、800件とか1000件とか来るとき来るんで、なかなかね、まあ、当たらないとは思うんですけど、まあでもこれはずっと継続してやっていきますから、いつかは当たるっていうことを信じていただきたいんですけど、まあ、たまにね、当たんねえよ死ねみたいなことを言ってくれる方もいらっしゃいますけれども、ザキオカさん、まあ、いつかは、まあね、収束論で言うといつか渡るっていうことを信じて、今回もコメントのご準備よろしくお願いします。鳩胸猫背は鳩胸の勝ち。7クレ目。まだこの辺はお堅いカードじゃないと思う。はい。まだ。ねえ、あのね、ガールダードもね、使いたいんですけど、白がね、ないんですよね、確か。あとはね、コクとかね、白があるといいなって思う。あ、ゼンデンとかね。ゼンデンがカード化してほしい、私は。やっぱり。オランダのエンジンって言ったら全然だと思うんですよ、私は。よいしょ。さて、これですよ。これがお堅いカードのはず。チッ、ハサミを使って開けちゃいます。いきますよ皆さん、心の準備は、コメントの準備はよろしいでしょうか。もう男らしくさって出そう。一斉のせいで佐藤、そういきますよ。一斉、見えちゃった。一斉のせ、あれマックスマイヤー出てきたな。こっちかこっちだハ低評価やめてくださいよ。良さカード出るんですから高評価お願いしますよ。もうこれは何が出てもプレゼントしますから、 L 以上なんで絶対いきますよ。一斉のせ、あれあれ、これあ、これだったわ怒られるこんな展開これわざとね、演技じゃないんですよ。確か最後から3クレ目だったなって思って、結果これ買ってよかったんじゃない、これ。じゃあいきますよ。一斉のセッ、ほらー、ガマーラでした。まあまあ、でも ATLERE ですからいいでしょ、いいよね、ダメですか、いいでしょ。これ今回は、いやー、まあ POY とかな、バーディーも可能性あったしな、アンリとかも可能性あったしな、なんかわけわかんないぐらい。いや、でもこう順番入れ替えちゃったらこうだった気がしたん。まあ言い訳やめましょう、言い訳やめよう。ガマーラでした。ということで、このガマーラ欲しいよっていう方は、今から流す応募詳細動画を見てコメント欄にコメントよろしくお願いします。どうぞ。
まあこれも欲しい方いらっしゃると思うんですよ、おそらく。だら今回はもしかしたら競争率高くないかもしれないということで、また皆さん頑張って蹴ってきますから、よさカード当ててきますから、よろしくお願いします。チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いしますね。またお会いしましょう。